はい、ホワイトベースの二宮と申します。今日はですね、はい、非常に危ないことをするぞ。良い子は真似しちゃいけないからね。絶対真似すんなよ。はい、一応まあ、みんなね、大人だったら一回やったことがあると思うんですけども、はい、ここにあるのはですね、皆さんがよく知っているとだけ言っておこう、はい、そういうですね、赤いノズルのついている、スプレー、はい、これは何かというと油です。はい、浸透潤滑剤というものですね。はい、浸透潤滑剤、いっぱいいろんな潤滑剤があるんですけども、今回私はですね、まあ、こちら、あれ、なんだこれ、開いてる、こちらを押させていただきます。はい、ラスペネ、はい、これこっちとちょっと違います。こっちもラスペネなんですけど、こっちはですね、こう霧になるんですね。でこれはちょっと違います。特殊な形状、ノズル形状をしてて、こう霧じゃなくて、こう噴出するんですね、普通に物自体が。はい、これ一押しさせていただきたいんですけど、まあ何が違うかという部分でやっていきたいんですが、これ普通のスプレーっていうのは中の圧縮空気ですね、それ圧縮するしてる、その何ていうか、噴射剤に LP ガス、つまり普通の可燃性のガスを使ってるんです。で要するにその可燃性のガスを使うとって言うとどうなるかというと、まあ、ここになぜかライターがあるんですけど、皆さんいいですか、こうなります。はい、で要するにオートバイ、機械類というのは非常に熱を持っている場合が多い。でそれからですね、これはバイクと直接関係ないんですけども、モーターがついている機械、電気のモーターですよ、ポリッシャー、ドリルで、その内側に、使うよ、浸透潤滑剤として、こういう可燃性のものをこう吹いてしまうと、モーターをピッて回した時に中で火花が飛びます。ドリルをシュッて回すと中火花飛んでるの分かると思います。あれで結構可燃性が爆発するんですね。はい、私やったことがあります。そこら中火の海になりました。はい、油でこういろいろ洗ったりとか、こうメンテをして一生懸命やって、で試しにスイッチをピッて入れてみたらですね、そのガスに火がついてバンですよ、床一面火の海です。はい、そういう危険性がある中で、ラスペネ、これに使っている圧縮ガスっていうのが二酸化炭素 CO2 なんですね。でもちろん油なんで、霧状に噴霧したりとかしたところに火つければ火はつきます。それはそうです。でもこれは出方がこのようにですね、こう何ていうんですかね、これ何ていうんだろう、ストレートに出るんですね。でストレートに出るし、中の溶剤があれなんで、CO2 なんで火がつきませんね。はい、なのでこれは僕的にこれが一押しです。でこっちのちっちゃいやつ、これ一応これも可燃性なガスは入ってないです。非可燃性ガスが入ってるんですけども、やっぱこうスプレーでシュッと出ますので、これはですね、思いっきりこう当ててやると多分火はつく。はい、まあやりませんけどもね、ちょっと危ないんでやらないですけども、そういう意味でこれは非常におすすめです。しかもこれが、これとこれの値段があまり変わらない。量はどのぐらいだろう、こっちが 180ml、 こっち 350ml で、これが、確か今現段階、2014年9月の段階で1200円プラス消費税、こちらは1600円、1900円プラス消費税、700円しか違わないです。はい、で量こんだけ違います。ただこれはバイクの中に入れとけるコンパクトなサイズなんで、これは結構おすすめは おすすめなんですね。はい、というような違いがあります。でしかもこれ全部使えるようにですね、まあ、これさっき私がうちで使ってるやつちょんぎったんですけども、この中のこの吸い上げるやつがちょっと特殊な形状をしてるんですね。こういうふうに、はい、こうなってるんで、逆さにしても吹けるし、非常にこう使いやすい。こんな感じで特殊形状、こうやって分かります、逆さにしたらこのノズルの先端が下に行くんです。逆さでも吹ける、最後の一滴までっていうとちょっと語弊があるけど、まあ、かなり最後の方まで使えるぞというような形をしております。はい、で次、水置換作用、水を置換する作用ですね、というのをやっていこうと思うんですけども、ここにただの段ボールがございます。はい、ちょっと近づいて上から撮ってもらえますか、これは。はい、ただの段ボールに対してですね、こう水をピョーってやる、この辺もビューっと、
やった後にすかさずこうそこら辺で売ってる浸透潤滑剤をやる。まあ当然ですよね、油は表面流れてこの辺に行っちゃうわけですよ、まあ、こんな感じですね。あのまあ水も染み込むので、あの実験がかなりあれですけど難しいですけど、やった後に今度はラスペネをバッテン、とやってやるとどん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 水と入れ替わっていきます。わかりますか、下の方からもどん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 入っていくの分かりますね。はい、まあこれ公平性を期すために両方バッテンでやってみようか。割とこっちも染み込みますね。はい、本当はですね、段ボールの実験はちょっとあんまりこう再現性がないんです、そもそも。本当言うと、まあ、さっきの動画みたいにですね、あの機械使ってぐるぐる回すことでですねやりたかったんですけども、ちょっと機械トラブルなんで、すいません、これあんまりうまくいきませんでした。はいというわけで、うちで使ってるラスペネですね、はい、燃えないガスを使っております。小さい量も出てます。あとね、これ中身がね、これがどんくらい入ってるのかな、書いてない、はい、書いてないです。なんだっけ、ちなみにこの缶のサイズの量の 180ml で、入ってるというのは結構多い方です。ちなみにあの圧縮ガスを入れる関係で中のその実質的な油の量というのは結構少なくなっちゃったりするんですね。でそこはこちらの和光さんの技術によってですね、小さい缶ながらも、たくさん量が入ってますので、この量についての差をですね、ビデオで言うのは多分に NG です、はい、なので皆さんこれお店で比較してみてください。どのぐらい入ってるかというのを比較していただいてですね、もしよかったら使っていただけたらなと。うちでも扱ってますけども、別に無理してうちから買わなくて構いません、はい、お近くの用品店とかで売ってますんで、使ってみるといいかなと思います。これまあ僕がいいと思ったんで、今回ビデオを撮らせていただきました。はい、ありがとうございます。